おはようございます。ジャスト株式会社代表関根正樹です。前回ね、この人生ロードマップを使って、ちょっと私高校時代の、勉強の話でこう人生を俯瞰してみたんだけど、ちょっとビジネスね、はい、について、私のものを使ってちょっと説明して、皆さんもぜひちょっとやってみて、見てもらいたいんだけど、はい、大学出て会社員になりましたと嫌でしょうがなかったね。はい、学生やから会社になるでしょ。学生やってるって言ったら一緒やってたいと思ってたから、で嫌でしょうがなくて、やっぱ5年、社会に出て5年間で5回ぐらい変えましたね。はい、で、サラリーマンやって最長なのが1年半と持たなかったから、はい、である日、26ぐらいだったんだけど、はい、地下鉄サリン事件が起きたの。はい、いつも自分が乗ってる電車に出たよ、はい、怒ったんだよ。はい、でたまたま俺遅刻かなんか知ったんだけど、はい、遅刻かなんかでたまたまそこ乗ってなくて、はい、で思ったんだよね、その時で、あ、これ人生ってあっという間に終わるかもしれない、はい、うん、で死ぬ時ってなんかこのイメージ的にこう人生の過去を振り返って、ああよかったなって死んでくんじゃなくて、はい、いきなりパンと終わることあるんだよ、はい、うんうん、と思った時に自分のやりたいことやんなきゃダメだなと思って、はい、それで独立したんだよね、はい、要はいや、こっからこう上がってったんだね、また、はい、うん、でまあそれで結構自分でやると楽しくて、はい、いろんなことやって、お金も貯まるんだよ、はい、ここのレベルだ、自分を楽しくやっててさ、うん、ストレスもそんなにないから、はい、でリーマンショックを境に僕はここまでここちょっと突破できたね、この利他貢献の、はい、なぜかっていうと、リーマンショックの時お金に困ってる人結構いて、はい、それでその時に、まあ、お金って道具だとしたら道具だって考えたんだよね、はい、そしたらみんなのために使わなきゃダメじゃないかと思ったんだよね、うん、でここまでの自己満足レベルの自分の時は、要はお金は一種の精神安定剤だったんだよね、はい、お金こう、うん、こう自分でこう貯めといてこう精神でもね、そうじゃないんだよ、貯めれば貯めるほど今度失う不安が強くなって、はい、うん、余計怖くなったんだよね、はい、それでね、ここで一件ちょっと頭を切り替えて、人のためにお金使おうと思って、はい、車何十台も買ってこう人に貸して、まあ困ってる人なんだよ、はい、であと家とかもそうなんで、はい、そういうのをやり始めて、ね、結構良くなったね、これね、はい、結構社会的に何ていうかな、信用度が低い人に貸したんだけど、帰ってくるかなと、はい、不安なことはちょっとあったんだけど、はい、でも全部帰ってきたね、うん、なぜかっていうとこういう気持ちでやったから抵抗が少ないんだよ、はい、うん、で僕がこういう気持ちで仮に同じことをやったらうまくいかなかったかもしれない、はい、僕の方の人を助けたいっていう心に答えてくれたんだよね、 100% みんな答えてくれた、はい、でただね、リーマンショックから 5,6 年経った時にこう戻ってくる自分に気づいたね、うん、でいろいろうまくいってんだけど、はい、何か心が重い、はい、うん、で、はい、これたまたまなんかこう天候が曇ったり雨になったりするように、はい、そういうものかなと思って、どうもなんかこう慢性的に心が重くて、はい、なんかしっくりこないんだよね、はい、でも結構調子いいんだよ、はためからは、はい、うん、これがこの原因が何なのかなって最近分かってきて、ちょっと次にお話したいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。